愛されし者、地球上の試練と食材の偉大なサイクルが終わりを迎えます。地上人類の初期の時代から個性が優勢だった実習期間の終了が急速に近づいている。意識の限界は自然なメカニズムであり、これらの意識の進化に役立つ目的に使用されました。光がほとんど存在しない中で創造することは、この文明の始まり以来、この魂の学校が自らに許可してきた実験でした。競争と征服の危険が差し迫ったものであり、常に存在したため、生存の法則はほぼ常に普及してきました。強さの法則と身体的および精神的能力の向上は人間社会の進歩を導き、作用と反作用の法則の中での経験を可能にしてきました。ここに来た魂たちは意図された目的を認識していなくても、そのような経験を求めていました。個人の潜在意識だけが集団の進化のはしご、そして個性自体の進化のはしごを動かしてきました。そして天性に次ぐ天性を繰り返しながら数千年が経過した。世界の循環の中で地球もゼロポイントに到達し、新たな時間が現実化し始めます。以前は個別化されていた意識が新しい地球サイクルの基礎となる統一体へとグループ化され始めています。そして競争は存在しなくなり、協力へと道を譲ります。地球上の人間だけでなく、この宇宙のすべての銀河の存在たちと相互につながった心は、もはや利己的で個人的なやり方ではなく、集合体として相互作用するようになるでしょう。テレパシーを通じてコミュニケーションが行われるほどです。思想は他の誰にでも読まれることができ、それが倫理と道徳が新しい社会の基礎となるため、小麦ともみ殻の間に分離が存在する理由です。テレパシーに加えてテレポーテーションも移動手段になります。私たちはより高い意識を持ち、物理的な距離に関係なく、一度考えるだけで他の場所に行けるようになるでしょう。チャフはもはや新しい地球の人間の中に存在しないので、誰にも迷惑をかける可能性はありません。したがって私たちは、あなたが日常的に必要とするすべてのものの共同作成者でもあります。食から住む家まで、すべてを再現します。私たちは光の物質化の最初の形態である多気温エネルギーを使用できるようになり、地球上に存在するすべてのものの成分は常に創造の自然エネルギーであるプラーナから来ます。はい、最初の瞬間には旧文明の利益によって抑圧されているテクノロジーが存在しますが、それは何よりも地球の外からもたらされるテクノロジーです。この新時代の最初の時期があり、人間の生物学的構成を含む全てが変化します。少しずつ私たちは物質化された食物を摂ることをやめ、私たちの体はますます精妙になり、プラーナ、つまり液体の光をますます摂食し始めます。全てが物質化できるのと同じように、全てが非物質化することもできます。量子意識の力は必要に応じて生成および消滅します。新しい地球上の人間は誰も何かや誰かに対して優位に立つために自分の力を利用することはないということを忘れないでください。各人は常に全体を観察する責任を負います。5次元の地球はすでに銀河世界連合の一部となり、あらゆる存在がそのルールを知り尊重するようになるでしょう。惑星の移行には他の領域も関係します。誰もが新しいエネルギーと振動を周波数として持つことになります。鉱物、植物、動物も意識であり、その周波数は地球と同じ割合で増加します。
新しい地球ではいくつかの種は存在しなくなりますが、その一方で新しくて興味深い種が出現するでしょう。そして私たちは新しいサイクルに入ります。新しい時間、もちろんこれはアセンションの準備ができている意識の新しい現実となるでしょう。まだ準備ができていない人には他の魂の学校、他の試練と償いの世界で機会があるでしょう。私はバイタルフロシであり、私の使命は啓発です。ナマステ。